疲れ様でした。今日は焼きそば激辛食ったからね。すごい。大丈夫ですか、焼きそば食って辛いの。いや、僕だって21秒分しか食べてないですよ。辛いぐらいだったから。まだ大丈夫でしたもん。いや、俺違う、焼くてないから俺。俺声でこうなってるから。声でこうなってる、うん、あの男らしい声でこうやってやったら、ね、それでむせてる。俺男に対決しましたけども、はい、キューティーブロンズのお二人は、多分ですけど解散前最後の、土曜はどの出演になるんじゃないか。そうですね、はい、最後の最後までお付き合いしていただいたのも、うん、もう初めて。そうかもね。そうかもしれないですね。ラストまでね。楽しかった。ありがたい。どうでした、改めて土曜はどんというこの番組は。いやー、むちゃくちゃしてますね。楽しそうに、本当に聞いてはいるんですけど、うん、はい、実際にやっぱまたここで喋ってみると、みんなとねいろいろやってみると、まあ、楽しいなと思いますけどね。はい、セカさんはまだこれでお笑いやめるわけじゃない。そうです、はい、僕はまだ何度かこれからもお世話になるかもしれない。ぜひまたよろしく呼んでください。あ、ぜひぜひお願いします。そして小三郎さん、はい、もう本当にお笑い引退するわけですけど、いかがでした土曜はどん。いや、楽しかったですね。ただあれだな、あのもっとこうバンバン放送禁止用語とか言えればいいんだけど、言うな。違ってる。いや、なんかもうそれができればもっと楽しいです。土曜はどん唯一足りないところはそこ。そうそう、違う。だって新山さんいるのに放送禁止用語言わないで過ごすっていう違和感がすごい。確かに下手したら小三郎と一緒にお前もいなくなるかもしれない。やめてくれよ。爪と牙全部隠された状態で、そう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 、それに臨まないといけないというのは、どんな飲み方してんだよ。この苦しいところをよく感じ取ってくれたこの人は。いやいやいや、わかるんですよ、ね、放送禁止用語言えなくて残念みたいな話。どういうまとめですか。いや、でもね、キューティーブロンズはね、もうよくね来てくれました。いや、本当にも、ありがとうございます、ありがとうございます。むちゃくちゃなこともいっぱいさせちゃって、ちょっと申し訳ないなって気持ちもあったけど、これで最後、小三郎さんは、はい、もう最後の最後です。土曜はどんのアフタートークではありますけども、はい、ね、どんを聞いている皆さんへ向けてメッセージを最後、小三郎さんからお願いします。はい、皆さん、これからも土曜が土曜は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 土はい、さよなら。毎週土曜7時半から土曜の切り方。はい。